はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、モスさんですね。MOA さん。はい。今回楽しかったということで。手帳も嬉しいです。ご注文時のコメントは、ね、ちゃんと読んでますんで。励みになりますね。はい。で、オプチョイ。今日最後の PB なんですけど、残り22箱。1ケースと2箱。で、おしまいです。多分この動画、今日ね、まだオプチョイの動画上げてないんですけど、この開封が終わった後動画上げるんですけど、多分早めのがいいと思いますね。はい。いや、すぐなくなっちゃうと思う。うん。はい。じゃあまずは、ダルビッシュさん。まあ、追加あればね、欲しいんですけど、まあ一応言ってみますけど、メーカーさんには。もうデラクルーズのホロ。で、カメラも、こう、レイアウトも変えました。いいでしょこれ、ね、ちょっと気に入ってますね。でジェイク・メアーズのサイン、こっからサインが3連続でほとんどオンカードです。シールサインがなんかアカストロだ、シールサインがホビーあったでしょ、ほとんど出ないです。今日結構 PB オプチョイしましたけど1枚しか見てないですよ、あのシールオート。でこのオンカードは99以下です。あ、白だ。ジョーライアン。これも99。で、変色、まあ、グリーンドラゴンとか、あの辺が88なんだと思います。あとは、ショープリとかプロスペクト系はやや少ない感じですね。やっぱプロスペクトは少ないんだと思います。ホビーでね、ちょっと出ましたけど。はい。99。で、ダイヤモンドキングスのインサートしか、これ、チョイスにはない。チョイスにしかないんですよ。これだけなんですよ。だホビーとの住み分けはそこですね。レアなインサートとかはないんですけど。でも、これだけ CR バンバン出るんですから。ねえ。おう、フランコ。はい。これもだから99シリーズですよ。で、最後に小シリーズ。が1枚。はい、カブレラさん。ねえ。やばいっすね、これ。面白いっすよ。これできたか。ねえ、サイン3オンカード。シリアル。シリアルなしだったらね、ああ、ドラゴンね、みたいな。グリーンね、みたいな。あーんってなるんですけど、シリアル入ってて、100シリー以上が1個もない。ね、頑張ってますね、ほんと。パニーさんは増産せずに。はい、2箱目、ファイズと、ハンズさん、ルーキーです。うん、ホワイト。あ、マットさんですね。うん。いや、いいっすね、オンカードね。綺麗ですね。ホワイト綺麗ですよ。あ、このオンだ。いいっすね。99。パープルだ。ああ、デュラン。デュランとオン一緒に入ってんだ。88ですね。赤と青、白以外が88。なんかちょっとわかんないですけどね。88ね。33。はい。で、ペレスさん。あ、逆さなんだな。ペレスさんで、ジョシロ。これもみんな99。これも99。ん？小シリ2枚パターンだ。25シリがありますね、これ。ルキだ。エルダーさん。はい。と、レッドストライプ46シリ。テオスカーですね。はい。ねえ。ちょっと出方すごいと思いますけどね。店長も、これ、結構、やりすぎ感。去年はね、でも、ちょいちょいは本当、
ホビーの4分の1とか、まあ、条件良くて3分の1ぐらいしかもらえないんですよ。バスケットとかもそうですけど、ね、バスケのホビーとかね、50ケースぐらい来ても、チョイスが、あ、5ケースみたいな。もうちょっとくださいみたいな。ね。よいしょ。いや、なので、野球だからこうやってね、2日間ぐらいホームページにあっても、まあ、まあでも今日結構ね、売りましたよ。はい。パニーニさんのこのトップスは、パニーニさんの野球はね、うちトップスさんが今ほとんど入ってこないから。しょうがなくて。だまあ、パニーニさん、じゃあ分かった。数やるわ。みたいな感じでいただいてるんで。まあ、ある程度量は来てるんですけど。うん、はい。ね。おかげさまで、こう、ちょいちょいも結構量はもらったんですけど、もう結構売れちゃう勢いです。まあ、この内容ですからね。結局2箱でオンカードが6枚ですから。はい。すごいですよね、普通に考えたらね。うん、ピントが合わない。人数がいすぎて。はい、ということでね、こちらで発送いたします。またチャレンジ。あと22箱。はい、ありがとうございました。